聞いたら損する。ちょっと昔のアメリカの映画かなんかわかんないですけど、その死ぬっていうことに対して、まあ、いわゆるあのモンスター的なやつ、うん、ちょっと曲がって死ぬっていうところもあったんですけど、なんかその解釈が面白かったなって映画があって、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、すごい偶然で死ぬっていうなんかあのあれじゃない、サスペンス系のファイナルデッドコースター、あれかもしれないです。あの本当にあのたまたま置いてた、あの風呂場に置いてたあのドライヤーがボンって落ちて死ぬみたいな、それが感電死みたいな、そういうのが全部積み重なってて、あの死んでるのが、うん、なんかそれがこのサスペンス的に描かれてるのがあって、なんかそれも面白いなと、なんかそういう解釈もあるんだ。あれも逃れられない運命なんですね。そうですね。じゃあなんか飛行機に乗ったらその飛行機が墜落するっていうのを乗る直前で、悪夢で予知してしまって、でみんな乗らん方がいいぞってみんな乗らないで本当に飛行機が落ちるんです。で死の運命から逃れられると思いきや、何かのひょっとしたことで一人ずつ死んでいくっていう、うん、そう、僕もあんま覚えてなくて、これすごい印象残ってたんだよなって思う。こんなことでも死ぬんだっていうのが結構怖くて、最近怖いなと思ったのが、赤ちゃん、僕は、まあ、子供がいるんですけど、あのいわゆる冊子があるんですよね、うん、赤ちゃんはこんな感じの事故で死ぬことがあります、ね、であのリビング編、カーテンの絡まって死ぬ、死ぬとかね、充電ケーブルで絡まって死ぬとか、もうあのマットで窒息死して死ぬ、もう死ぬんですよもうこんなこと書かれてたら生きていけないっていう怖さに結構なって、それがもうリビング編、ダイニング編とか全部あって、うわ怖ーと思って、なんかこういうリアルな怖さも それ怖いねそれも心配な怖さ。そうですよね。それでもわかるわ。子供のことになるとね、ベランダに植木を置いているとそれを階段にして落ちて死ぬとか。うん。ほんとね、すぐ死ぬ。すぐ簡単に死ぬんですよ。だから、そのパーセンテージってすごい小さいかもしれないですけど、まあ、それをうまく描いてた映画かなっていう感じがしたんですよ。面白い。死が怖いっていう演出をどっかでしたやつって天才ですね。死は悲しいじゃないですか。他人の死は人の死って悲しいじゃないですか、うん、で多分悲しまれるから、生きていきたいからなのかな。死がどこで怖いっていうものにこうなんかちゃんと確立されたのかな。いやでも多分ね、大森さんはその話してるってことはそうじゃないと思うんですけど、はい、死が怖くてしょうがないって人いますよ。いますね。僕の友達でも死ぬことを想像すると、うん、もう怖くてしょうがないってやついますもん。うん、でもその話聞いても全然共感できないんですよね、怖くないんで、なんかね、別に死ぬときは死ぬし、うん、そうそう、怖くないじゃんって言っても、うん、もうそんなんじゃないって、怖いんだって言ってて、もう、うん、原因不明なんですよね、それって。何が怖いんですかね、その環境、周りの外部環境が悲しむことが怖いんですかね。いや、全部なくなっちゃうのはやっぱ怖いって言ってたね。やりたいことができなくなるとか、うん、存在しなくなることが怖いですか、ね、うん、って言ってたね。なんか坂本龍馬はあのいつ死んでもいいという人生を送るために死のイメージを強烈に持ったらしいんですよ。それから石が落ちてきて死ぬっていうのをずっと思ってたらしく、それがあまりに怖すぎて、ちょっといつでも避けられるようにこういうちょっと避けるぞみたいな歩き方をしてたら、それがびっこ引いて歩く癖になったという逸話があります。そうなんだ。あ、でも、それで言うとそこからは相当スケールがいいんですけど、僕ね、飛行機で乗ってて、はい、ゆーって降りるときは、はい、それが火で包まれるのを常にイメージします。わかりますこれ、慣れたときにボーンってなるでしょそうなって死んでも俺は後悔しない。あ、でもね、飛行機はわかる飛行機に関しては僕もあのいかにこの恐怖と戦うかあ、でもやっぱ恐怖あるんですね。でも飛行機はもう怖いですね。飛行機が怖いの根源はやっぱ死にそうだから、死にそうだから、まあ、ね、うん、普通にこうなんか急に下がるじゃないですか飛行機が、うん、まあ、あれ怖いじゃないですか。怖い。あそこに理由はないと思うんですけど、うん、あれは、うん、怖いじゃないですか。怖い。あれが嫌だから。あ、え、そのギュッて下がるのか、ギュッてする感覚とかそんなの言ってたら本当ジェットコースターとか全然無理じゃないですか。
ジェットコースターはダメ、オッケー、まあ、なんか好んでは乗らないですけど、うん、その飛行機とかはもしそうなった時もうアンコントローラブルな世界に行く可能性があるじゃないですか。でも、ね、ジェットコースターは一応レーンの上を走ってるし、で最近も安心できるデータが、うん、あの飛行機めちゃ安全っていう、うん、事故率 0.03%4% ぐらいしかないっていうのを聞いて、車の方がね、車の方が事故る、うん、そう考えるとヒューぐらいではちょっと動じないかもなと思ってます。あれから飛行機乗ってないからわかんないですけど、絶対ビビるよ、絶対ビビる、ビビるんですよ、怖いよね、うん、高いところが基本怖いですからね、吸い込まれる感あります。あ、ありますね、ありますね、高いところで、そうそうそう、覗き見た時にあります、うん、あります、吸い込まれる感じがするんですよね、高いところに行くと、うん、なんか飛び降りちゃいそうなね、自分の意思と反して、うんうんうん、わかる、僕はもう足がすくむって感じですね。ああ引っ張られるっていうよりはもう嫌だなっていう感じですね。ザ・ウォークっていう映画をね見てほしいんですけど、あ、それってあれじゃないの、つながったりのね、はい、そう、つながったりの、で、カイジ、カイジじゃないですか、カイジ、カイジ、あの超怖い、あれ見てるだけでヒーって絶対嫌だ。あの本当今 VR とかね発達してるんで、ね、あるじゃないですか、あります、あります、絶対したくない絶対したくない。でも吸い込まれるってことは吸い込まれる体験を一度してみたいってどっかで思ってるんじゃないですか。VR だったらそれが疑似体験できていいんじゃない。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で心からの医療を、アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688、 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。人の育て方ね、その本田圭佑とか孫正義とかがトップの人をトップにする、うんうん、じゃなくて、まだ才能がこう見出されていない人をいかに発掘してこう開花させるかっていうのを、やってる話で、これ乱暴な話かもしれないんだけど、あのインドってクリケットの国じゃん、はい、そこにあのメジャーリーグの人たちが、はい、現れたという話で、もう10年ぐらい前の話なのかな、メジャーリーグの人たちがアメリカの選手で囲っているキューバの選手とかを入れた方が強いぞ、打てるぞ、うんうんうん、で、まあ、日本人とかいいぞ、うんうん、あれもしかして選手の種って海外とかから発掘した方が安くて金を稼げるスターとか、うん、その国の版権とかが、ね、あの放送権とか売れるし、ね、うんうんうん、いいんじゃないかということで、人がいっぱいいる国インドだ、うんうんうん、でインドに行ったらみんなクリケットでその野球をするという文化がないので、うん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 、これはもしかしたらダイヤの原石が転がってるかもしれんと、うんうん、で彼らがやったのがいっぱいそのお金出すから集まれっつってこう人、うん、もうその辺の人たちをいっぱい呼んで、じゃあボール投げてこう遠くにボールを投げる人を探したんだって、うんうんうん、そしたらボール投げたことがない人たちとか言えるどうやって投げんだみたいなどうやって握んだみたいな人たちが各々のフォームで投げるじゃない、はいはい、1000人ぐらい投げさせると1人ぐらいとんでもないやつが出てくるんだとやっぱ出てくるんですね、うん、出てくるんだって、でそれをまた集めて、でまた投げさせて、でそうやってこう選び抜いた人たちを育成するというのを、それをテレビであのアメリカが作ってインドのテレビで放送するっていう、でそこからもう育成していくっていう土壌を、野球というのもみんなに知ってもらいたいし、スターになっていくというのもみんなに知っていく、知らせていくみたいなことをやったという話を聞いて、それが最終的にどうなったのかちょっと分かんないんだけど、うん、そういう数の論理でできる可能性はあるなと。ああ、そうですね、うん、あでもそれがコンテストとかなのかな、
まあ、ただそこで言ったらそのコンテストのこのハードルってありますよね。ある。だそこはないですよね、このシステムって。そうそうそう、地区大会がなくて、うん、とにかくみんな来いっていう感じで、うん、なんだろう、あの合唱部とかをさ、声出してみろと。とにかくもちょっとおいでと、ちょっと声出してゲリラ的にどんどんやっていくみたいな。あ、それは面白いですね、うん、なんかそしたらね、おっていう子がいるかもしれない、うん、自分自身の才能ってなんか分かんないじゃないですか。分かんない。そう、それを発掘されたいですよね。されたいね。なんだろうね、自分の能力って。うん、なんかすごい、これあのあれじゃない、昔ジャンプでやったてんてんくんっていう漫画覚えてます？才能の種をこう乗せて水あげるとその才能が開花する。天使の、天使の、そう、はい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 、はい、いやもうあんなあったら最高じゃん、最高だよね。いやでもなんだろう、例えばさ、自分の思わぬ才能でこう両面テープを貼るのが超うまいみたいな才能が発掘された時多分涙が止まらないどっちのですか？もっと違う、これじゃない、これじゃない涙が。いや、まあ、まあ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 ありますよねそんなはずはない。みんな憧れはありますよね、うん、便利便利だけどすげえ、もう局地的にしか使わないスキル、使わないスキルが輝いてしまったと。いやまあ一つではないと思いますけどね、その両面テープだけじゃないかもしれない。そうね、そうあってほしいよね。ガムテープも早いちょっと早いちょっと早いあのセロハンテープの切れ目がどこか探す能力が、あ、すごい能力サランラップもいける、ね、いけるあのコロコロの掃除のやつもうまく剥がせるあれはねすごい大事、うん、大事だねそういうのが一番のさ、もう世界一だねって言われても、今度は生かすところを教えてくれっていう人が必要これはちょっと難しいですね才能を開花させる人とそれを生かす人っていう、そのコーディネートする人、そうですね、うん、コーディネートする神がいてくれたりな。スキル重視のマッチングアプリがあればいいですねああそうだよね、もうこのテープのどこからスタートか分かんなくなっちゃったっていう、もうそういう仕事あるかもしれない工場にはそれ考えたら僕ももう一回自分の才能を調べてみたいですね。なんだろうね、自分の才能ってね。そうですよね、なんか、うん、いわゆる野球とかでも結構難しいじゃないですか、うん、肩が強いとか、うん、まあ、足が速いとか、これね、監督次第でしょ。監督次第、そのポジション争いでピッチャーが多いとどうしても競争に負けてしまう、うん、しかもそこにたまたま慣れたから才能が発掘されただけであって、うん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 、例えば野球の中でもポジションが実はファーストだったって言ったら肩強いのに意味ないじゃんみたいな、うんうん、そうね、流れになってしまうケースもあるわけですよね。あのサッカーの話でヨーロッパは1月とかの誕生日の人がプロに多いと。おで、なんか日本で言うと、あ、まあ、4月とか5月の人が、早生まれ理論ですね。そう、あの早く生まれた子は、その早生まれの子に比べて約1年ぐらい成長が早いので、うん、その出る試合のチャンスが多かったり、体がね、うん、一回り大きくなるので出るチャンスが大きくて自己肯定感が強くなって、うん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 、チャンスに捉えようとする傾向があるという話があり、うん、それもそれでこう曇っちゃって判断された人たちはかわいそうだよね、うん、かわいそうですね、うんうん、そこの仕組みもやっぱ納得いってないのと、うん、まあ、スポーツに限っては、うん、もう身長がかなりのスキルを、うん、ね、なるね、うん、占めてるっていうのもまだ、まあ、納得いかないですね。そうだよね、だからなんかバスケとかもさ、なんかヘビー級とかじゃないか。そうですね、うん、身長で決めてほしいよね。180センチ級以上とか、うん、140センチクラスとかさ、もしくはバッシュめっちゃ重くするとか、うんなんかあの競馬とかはそうじゃないですか。あ、そうね、重し乗せて走るとか、うん、そうね、それハンデが確かにないな。どうせもうメッシみたいな選手って、うん、まあ、まあいないっすよね、うん、その世界で見ても、うん、なんかどうやっても身長が優先されてるっていうのはなんか気持ち悪いなってのは思います。それはあるな、なんかハンデね、ハンデ戦、うん、減量してこいとかね、サッカーにしても君ちょっと重いから減量しないと
2階級制覇目指すやつが自分ちょっと体重増やします、っ上の階級でやりたいんすめちゃめちゃゴリゴリのもうラガーマンみたいなお前身長ちっちゃいけどうちのクラスでいいのみたいな人がさあ、それは面白いですね、見てて面白い、それは面白いです、なかなか勝てないですからね、みんなにチャンスをね与える、うん、やっぱ最近のあの柔道で最近テレビメディアになってたんですけど、うん、階級無視の大会があるんですよ、うん、はあ、はあはあはあ、いわゆる軽量級の人も、うん、無差別級たちがね、そうなると基本的に重くなるんじゃないですか、重くなるんですよ、うんうん、でその中で女子の軽量級の人が、うんうん、まあ、あの結構チャンピオンとかになってた人が出たんですよ、で重力棒を制すみたいな、うんうん、まあ、ちっちゃい人でも勝てるとこを見せたい、うんうん、まあ、1回戦負けですよねチャンピオンでも、 もう重量級の相手は女性だったんですけど、やっぱ勝てないですよね、世界が違うのか、まあ、もう全然違う競技になっちゃいますね、そうだよね、柔道なんて露骨に今のオリンピックとか見てると、うんうんうん、まあ、そういうパワープレーに走ってる感じ、走ってるよね、そうなんだよな、そうはな、なんか気持ち悪いんですよね見てて卓球とかも身長関係あるんだろうな、あるんですかね、わかんないけど、どうなんだろうね、身長は関係のないスポーツってなんだろう、あ、フリスビーとかあんのかな、フリスビーなんだっけ、アルティメットなんだっけっていうんだっけ、まあ、リーチ長いとリリースポイントがちょっと遠くなるとかあるかもしれない、ね、かもしれないねなかなかないかもしれないですね、身長ちっちゃい方が得なのは乗馬とか、あとは体操とか、体操とか、あ、確かにありますね、軽い方がいい、軽いと、あとそうですね、身長も高いとあんまり、うん、滞空時間が短くなっちゃう、ノートとかもそうだったな、射的とかは関係ない、射的はもうスポーツなのかっていう領域ですよね射的は一応オリンピックにもすごいですよね、あれあれは弓道とかさ、アーチェリーとかは身長関係あるのかな、あ、どうなんすかね、あれはなさそうじゃない、聞きたいではありますね、うん、それ、うん、ありそうですけどね、なんふとあのお祭り屋台 の、うん、あの風船でダーツを割るやつをイメージしたんですけど、やっぱ距離近くなるんかなっていう手ながら引くからな、そっか引くから、うん、長くなる気はしますけど、ね、ビリヤードとかどうなんだろう、ビリヤードでリーチがあるね、やっぱね、ただビリヤードってフィリピン人強いんですか、強い強い、あんまり大きい大柄なイメージはあんまないですよね、うん、あ、イメージはないけど身長がちっちゃいというイメージもあんまないね、あ、なるほど、うん、なかなかさ、そう考えると身長でがちっちゃいのが生きるってスポーツって少ないですね、だから e スポーツなんじゃないか、あ、 e スポーツだからゲームで戦う、あ、なんかそれ身長ちっちゃきものの身長、ゲームは身長ちっちゃくないちっちゃきものが普通のスポーツで戦えないからゲームを持ち込む、ああ、なるほど、なんか僕 あと1個あれがあって、うん、あ、超人オリンピックをやってほしいなっていう、おお、うん、もうあらゆる最新科学技術を使って、あの、サイボーグ化してほしいと思うんですよね。すげえ速いみたいな、すげえ飛ぶみたいな。これでしょ、あの、新幹線を押すとか、そういう競技でしょ。いや、なんかもう、人間の限界を突破してほしいんですよ、ね。でも、パラリンピックが、あの、なんだっけ、水泳とか超えてんだよね、あの、常人の。超えてるんですね。何かが、もう、健常者のタイムよりも、速いっていう。走るやつだったかな、うん、走るのとか速そうですもんね、そうだよね、確かに見てみたいよね、あの幅跳びとか、うん、今なんか足になんかバネみたいのついてる人いません、うん、いる、いや飛ぶやんっていうあれなんかルールあんのかな、どこまでいけるんですかね、そんなのなんか枠組み全部取っ払ってほしいですよね、取っ払ってジェット噴射するやつとかついてるとか飛んだり幅跳びっていうかみたいな、なんかそういう世界観の方がなんか楽しめるなっていうのがスポーツから離れてるのかな、確かにね、いやでもそれなんかあのボブスレーの下町ロケットみたいな感じで、ね、日本のボブスレーの、町おこしで作ってる地区があって、はい、で日本代表のボブスレーの選ばれなくてジャマイカに選んでもらおうと思ったら失敗してみたい なんかそんなのテレビで見たんだけど、ありましたね、そうそうそう、あれとかその町工場の技術を結集させて、うん、こう新しいものを作ろうと、うんうんうん、挑戦しようと、でその技術の中でいろんなものをまた、ね、こう技術の躍進が広がるから、うんうんうん、だからいろんな企業が集まって
こうサイボーグ化された競技をやると、うん、ちょっと事故が怖いけど。まあまあもうそこはもう人間じゃなくていいんじゃない？ロボットを使って。ああまあ e スポーツに寄ってきましたね。ロボットのでもそういう競技って今ロボコンがあるじゃん。ロボコン、はい。あれがもしかしたらそういうのもう近未来ってさ、ロボットが労働を賄うと、うん、そしたらじゃあ足が速いロボット大会とか、あできそうですね。ロボットオリンピックありそうじゃない？うん、いや全然ありそうですね。うん、まあけどそれも楽しそうですね。うん、日本強いのかな。どうなんだよね。うん、いや日本今日あのハヤブサ2がリュウグウに着陸成功させた。あれも世界的な快挙なので。あ、そうなんですね。もう世界初ですよ。だって月以外の星から鉱物を取ってくる、ね、確かにすごい。すごい。あのリュウグウまでの距離2億キロなのね。2億キロで光の速さって秒速30万キロなんだって、はい、だからリュウグウが何かを発信して地球に届くまで16分ぐらいかかるんだったかな。そんな距離なんだと。地球の確か円周が4万キロだっけ。4万キロ、うん、ぐらいだから相当遠いよね。まあけど4万キロって考えると、うん、なんかいけそうな感じもしました今。2億っていう。本当？確かに4万キロって多分4年ぐらい車乗ってたら4万キロ行く。そうですね、うん、1年1万キロ。あそう多分まあロケットとかそういう乗り物の速度があんまり分かってないですけど、結構いけるんじゃないかなって。2億5 4万キロでしょ。だから5000倍。5000倍。地球5000周したら熱くリュウグウに着く。往復ですよね。つらい。1万周したらリュウグウに着く。それそこから石取ってくるってすごくない？すごいですね。うん、リュウグウ、僕全然知らなかったですね、このニュース。僕もツイッターでパラッとしか見てなかった。いやこれはね、本当にすごい話ですよ。これ映画化すると思うんだけど、これ2回目なのね。リュウグウは1回目成功してるんですよ。ほうほうほう。1回目の表面の、砂とかを採取するのには成功した、はい、でその成功をするんだけど、それもギリギリみたいな感じで、どこの初めて行く場所、うんうん、でそこに行ってみたら地形が初めてそこで分かる、うんうんうん、でここには着陸できんのかできないのか分からんぞと、うん、じゃあどこをポイントにすればいいのかみたいなのをこうリュウグウの写真を見たら、上から見てるから高さが分かんないんだって。でもわずかな光の影とかからこのサインコサインみたいなので高さを割り出し、ここだったらいけるだろうっていうのを、もうその計算も何分以内にやんなきゃいけない、うん、じゃないと軌道が外れちゃうみたいな、ね、急いでみたいな計算して、じゃあそこだっつってそこうまくいったわけで、うまくいって、もう確かにゲットしたぞと、もう一回やるっていうのが今回すごい挑戦だったそうです。あ、すごいですね、うん、もう一回やっちゃうの。これ失敗したらせっかく1回目の成果がもじゃになってしまう、帰ってこれない、それでやめて戻ってきた方がいいんじゃないか。一回戻らずもう一回行ったんですね。もうそのまま行ったそのまま。すげえなそれ。そこまでまた2ヶ月ぐらいかかって、3ヶ月ぐらいかけて決断をして、で今回成功したんですよ。2回成功して、しかも帰ってくんだよ。すごいですね。今から帰ってくるんですよね。再来年の年末だったから帰ってくる。やっぱそれぐらいかかるんですね。うん、2億キロですから。2億キロ。2億キロですから。いや2億キロの旅はすごい。あの例えると、糸をブラジルにある針の穴に投げて通すっていうぐらいの困難さらしい。いやすごいですねそれ。それすごくない？それ技術がそれを可能にしたっていうのがすごいですね。うん、そう。すごいよ。だから日本人が作るロボットオリンピック見てみたいな。ああ、なんか緻密さではなんか強そうですね。強いと思うよ。うん、地味そうですけどね。地味だと思う。なんかね、アメリカとかはパワーでドカーンって投げるけど、なんかじわじわ毒が効いてきたみたいな戦い方をしそうだね。見た目もね、あんまり良くない気がするんだよな。そこはやっぱね、ドラえもんとか鉄腕アトムで言ってほしいけど。そうですね。アトムだって原子力で動いてるからずるいよね。破壊したらまずいじゃん。まずいですね。被爆死ですよ、みんな死。妹の名前がウランだから、